アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、辰山京です。私は今 DVD の撮影で宮古島にいます。ということで2枚目となる DVD なんですけども、1枚目よりかは大人っぽかったりとかしてると、成長してると思うので、2枚目も皆さんぜひゲットしてくれたら嬉しいです。それでは以上、辰山京でした。撮影中一番苦労したことは、でも外のシーンがとにかく暑かったんですよ。で、前回はちょっと雨が降ったりとかしたんですけど、今回は暑かったので汗とかかいたり、それが大変でした。撮影中一番印象的だったことは、なんだろう、なんかもうなんかどこ行ったかとか、なんか忘れ、なんか昨日たくさん撮りすぎて忘れちゃったんですけど、でもその夜浴衣とか着たりとか、浴衣を着て外で花火とかしたんですけど、なんかそのシーンがめちゃくちゃ私が一番印象的っていうか好きだなって思いました。2作目の作品で意識したことは、でも前回あんまり全然今回緊張とかしなかったんですけど、それこそ大人っぽい表情だったりとか、なんか多分前回はちょっと緊張してたりとかもあったので、今回そういうのとかなしに成長した姿を見せれるように頑張りました。お気に入りの衣装でも水色の朝ベッドが、それは何個か選んでるんですけど、それめちゃくちゃお気に入りです。水色個人的に好きなので、あともう一着ぐらい水色どこかで着たので、それがおすすめです。最近ハマってるゲームは、ハマってるっていうか、あのなんかスイッチの運動するリングフィットみたいなやつを買ったんですけど、あんまりやれてないんですけど、あのハマろうと思って買いました。これから時間がある時とか、今ちょっと忙しいので休みの日とか頑張ろうと思ってます。最近買ったものは、でも化粧品めちゃくちゃ買うんですけど、この DVD のメイクさんがめちゃくちゃメイク用品を勧めてきて、1枚目の時も勧められてそれ買っちゃって、で今回もまた勧められちゃったから、あの買うんですけど、本当に破産します。毎回そのメイクさんにやるとでも明日買う予定なので楽しみです。今後の目標は、でもまた3枚目も出したいですし、あとでも写真集を一番出したいなって思ってます。個人的な仕事は、はいはい。ということで、皆さんが1枚目をねたくさん買ってくださったりしたおかげで2枚目も出せたと思うんですけども、グラビアのお仕事はすごい好きで楽しいので、今後もたくさんやりたいと思ってるので、みんな2枚目もゲットしてくれたりとか、他の雑誌ゲットしてくれたり、今後もしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。バイバーイ。